サートルヌス神殿は、ローマ神話の神、サートルヌスを祀った神殿で、イタリア、ローマのホロロマーノの生誕にある。徐々に崩壊してほとんど何も残っていないが、正面のポルツコ部分として8本の柱とペディメントの一部だけが、残存している。ペディメントには、サネタス・パプルスキ、ロマーヌス・インセンディオ・カンサンプトム・レスタトゥートと、刻まれており、 元老院とローマ市民が火災で失われたものを復元したことを意味している。一部の文献は、王政ローマの最後の王タルクイニース・スペルブースが建てたとしており、別の文献は、ティトゥス・ラルキウス・フラウスだとしている。また、ガリア人による放火の後にも修復されている。共和制ローマ時代の国有財産をここに保管していたため、アエラリウムすなわち、国庫とも呼ばれた。 この神殿は、カンピドリオの丘まで続く古い坂道クリブス、カピトリヌスの起点に位置していた。現在の廃墟は三代目のサートゥルヌス神殿であり、二代目は283年に火災で破壊された。文献によると、内部にはベールで覆われて大釜を持ったサートゥルヌスの木像があった。その足にはアマフが巻かれており、12月17日のサートゥルナーリアの時だけ解かれたという。 サートゥルヌスに捧げられた神殿だが、その大事の用途は、共和制ローマの宝物庫アエラリウムであり、国の保有する金や銀が収められていた。さらに、国家の公文書、重量単位の基準となる金属製の元気が収められていた。アエラリウムは、後に別の建物に移され、公文書は近くのタブラリウムに移された。神殿の土台はコンクリートをトラバーチンで覆ったもので、 ビラバリに使われていた。ありがとうございます。